ミッキーマウスレビューは東京ディズニーランドのファンタジーランドにあったアトラクションである。ミッキーのフィルハーマジック建設のため2009年5月25日に閉鎖された。現在、ミッキーのオーディオアニマトロニクスはウォルトディズニーワールドリゾートにて保管されている。また、3人の騎士のオーディオアニマトロニクスもエプコットのグランフィエスタツアーに再利用された。 ミッキーマウスをはじめとしたディズニーキャラクターが演奏会を行うという設定の劇場型のアトラクションでオーディオアニマドロニクスで作られた様々なディズニーキャラクターが登場した。このアトラクションはフロリダのウォルトディズニーワールドのマジックキングダムにあったものである。東京ディズニーランドが開園する際にオリエンタルランドの当時の社長だった。 高橋正智との個人的信仰によるプレゼントという形で東京ディズニーランドに移設された。そのため、プレショーとして上映される映画にウォルトディズニーワールドの昔のロゴが映る場面があった。このアトラクションでのミッキーマウスの声はジミー・マクドナルドがディズニーパークのアトラクションにおいて唯一吹き込んだ声であった。演奏会のシーンで使われた楽器はほとんどがダミーだが、 一部に本物の楽器が使用されていた。2007年4月10日から同年7月19日の間はこの期間に開催されたリロスティッチのフリフリお騒動ファインドステッチの一環として通常は登場しないスティッチが登場キャラクターとして紛れ込んでいた。ゲストが入り口に入るとホールディングエリアに案内され次回の公演の準備が整うまでそこで待機する。 部屋の中の壁にはミッキーマウスが主演した9つの映画作品の役の姿が描かれている。このロビーに限りフラッシュによる写真撮影が可能であった。トイレもある。準備が整うと次のプレショーエリアに通される。この部屋以降はフラッシュ撮影、携帯電話の使用、液晶モニターを使用しての撮影は禁止となっている。ここではディズニーと音楽、そして ミッキーマウスの関係が映画によって紹介される。この映像は非常に古く映像の最後に実写で登場するミッキーマウスをはじめ他のディズニーキャラクターもディズニーランドの眠れる森の美女の城前で撮影された当時のままになっている。この場内では座席はなく手すりがあるだけでゲストはすべて立ち見となる。映画が終了するとメインショーシアターに案内される。 場内には座席があり、座って鑑賞できる。ここではオーディオアニマトロニクスによるディズニーキャラクターの演奏会が行われる。ショーに合わせてステージの幕が上下し、白雪姫や三匹の小豚、不思議の国のアリスなどの様々なシーンが展開する。ナレーション、井上牧をカッコ内は演奏している楽器。声の出演カッコ内は原作品。 序曲ハイリドル DD までの一部音源は1990年代に発売された CD 東京ディズニーランドミュージックアルバムに収録されている。ありがとうございます。